それ時間になりままししたのでさんお願いします皆様、こんにちは。本当に1ヶ月ぶりの,あのミラクルテレビです。工、え、事、ー、の機能障害でずっとやってきましたけども、皆さんどうですか本当に今、急に冷えてきて、今日私、ストーブをつけながらここにいます。本当に今までずっとストーブつけずにいたんですけども、今朝はすごく冷えてしまって。 えー、それとインフルエンザが流行っているということで、皆さん体調にお気をつけてください、えーっと。私の方から特にというお話はないんですけどもあの、えーっと、先週ですね、火曜日の日にですね、あのちょっと国交省の検討委員会の方で、えー、事前打ち合わせをの。 機会がありましてでその中でやはりあのー、まあ 私、個人的には交通事故ですのでね、それで工事の機能障害っていう障害を息子が持ったということですねで。それで国交省との、えー、と工事の機能障害の方たちのためにこうあの、いろいろこう委員会の中に入れさせていただいてて、えー、工事能の方たちの社会参加についていろいろこう お願いはしているとこなんです。えー、と皆さんご存知のように、高次の機能障害の方っていうのは、よっぽどの重度でない限り、えーとごじ、ご自分でね、あの行動ができる。えー、それと、こう周りとねうまくこうコミュニケーションが取れていかないとか、そういうのがすごく顕著に出てきていて、えー、とトラブルも多いと思うんです。うん その中でですね、やはり、あのーまあ、いつも私がその国交省とお話しさせていただいているときに、えー、っと私、仕事で申し訳ないんだけども、うちの息子はその事故後ですね、えーっと、名古屋のリハビリテーションセンターの方で入所をして、えーっと、いろいろ訓練、うん、それこそ生活訓練ですね。 うん、そういうのを重点的にやっていただいて、えー、いろいろその記憶ができていかなかったらメモを取るとかそういうのを経て今現在に至ってるんですね。で、えー、それがねすごくやはりその社会復帰をするのに高知能の方たちがどういうのが必要かっていうところがすごく私あの息子を見ていてこの事故後28年。 ですごくそれが分かってきたんですね。分かってきたって言ったらちょっとおかしいですけども。やはり、あの、社会復帰をする、えー、社会生活をしていくっていうことは、日常生活にいかに戻っていけれるかっていうことですよね。あの、おうちの中でどういうふうに暮らしていけて、えっ、ー、と、地域の人たちとどういうふうに、あのー、 コミュニケーションを取れるかそういうのがやはり高次能の方たちにはとても大切な部分じゃないかなと思うんですね。そういったところでね、やはり高次能の方たちの社会復帰をするんであれば、えーと、そういうふうな生活訓練を 含めたリハビリテーションが必要だということをずっと言わせていただいてて、今ね、全国的にこう、えー、とモデル的にその場所をね、国交省の方からこう、えーってえー、と声がけをしていただいて、えー、そういうふうなあのリハビリテーションができる。 っていうところで、こう今ね、あの、えー、とそれがありして、丸1年たち、今後2年目になると思うんですけど、うん、そういったノウハウをあのきちっと検証して、ある程度のマニュアルができたら、よその,その,その施設なり、リハビリテーションセンターなりで活用ができるんではないか。で、えー、その活用ができるということはですね、その 事故の方だけじゃなしに、事故以外の病気の方たちの工事の機能障害の方たちも、そういった施設なりリハビリテーションで、えー、訓練をしていただく見本となるものができていっていただけたらありがたいなと思って、ずっとね、あのー、今後もそういうことはちょっとこう、 お願いいしててっで本当にねあのちょっと本当これは私事なんですけども息子がですね NHK の取材を受けましてでまあこれはあの三重だけに放送されたもんだったんですけどもその一部のダイジェスト版が、えー、と全国版で朝早くに放送されたんですよね。 えと早朝6時,6時半ぐらいだったかな、でそれをです、ね、たまたまその国交省の職員の方が見られて、ぜひその情報をっていうことだったので、まあ、あのダイジェスト版だったので、1分か2分の放送だったんですけど、うちの,あの三重で放送されたのは15分ほどあるんですね。で、自分がその事故にあって、高次脳機能障害になる。 自分をどういうふうに感じているかっていうのをすごく上手に。 編集していただいてて、その元気だった時の自分、事、え、故、ー、にあって、その工事の機能障害になって、今、どういうふうな思いをしているかっていう、すごくね、うまくまとめてもらってあったんです。で、それをね、ちょっと国交省の方に、ちょっとあのご案内をしたんです。え、それがすごく私は良かったなと思うんです。それこそ事故前と事故後、本人がどう感じているかっていうのを、 あのうまくこう引き出してくださってたのでまたね機会があればと思うんですけどあの一応その NHK の担当の方にお願いしたら DVD を、えー、出してくださるっていうことで、えー、とちょっと時間をくださいっていうことだったのでまたそれがね来たらその15分ほどの15分弱かな、うん、のあれなんだけどその当事者が えーとどういうふうに思っているかっていうのがすごく分かりやすく私はようまく編集してもらったなってすごくいい画像になったかなと思うんです。でそれを見られた本当にお世話になったあの事,故事故の時にお世話になった先生からお電話をいただいてその本当に今の小ジャんが頑張ってる様子がすごく分かったし一回会いたいっていうので 本当に木の連絡を取って息子と先生会ったんですよね。そしてその高知能の人たちのその時はあのいろいろこう見てねあのするけどもその後その当事者さんたちがどういう風になったかっていうのはなかなか見ることができないっていうことで本当に久しぶりに息子と会っていただいていろいろ1時間ちょっと話してたんですけど。 すごくあの自分たちも勉強になったっていうことを言ってみました。だからあの皆さんあの、それこそ入院後、退院した後、その専門職の人たち、よっぽどこうずっとやってる方たちはこう長年見ていただいているけど、そのほかに訓練とかいろんなところで携わってくれた人っていうのは、なかなかみ見て見えない。会う機会がないので、どう変化して、どう あの生きてきててたかかっいいううのは分からないと思うんですだからその昨日その先生にお会いした時にあの今後もどういうふうに変わっていくかどういうふうに伸びていくかどう駄目になっていくかっていうことをまたあの機会があったら。 お会いいいししててて話をを聞かせて欲しいっていうことを言われたんですで高次能の人たちってそういうのがすごく大切だなと思うんですよね。あの私たち制度を作ってほしいとかいろいろあの頑張ってはいるんだけどもやはり本人さんたちがどう生活していってどういうふうに変わってどう良くなってどういうところが駄目になってきたかっていうのをやはり皆さんに知ってもらうのが すごく大事なことだとだ思うんですでその工事の機能障害っていうその障害を、えー、と一般の方たちにも分かっていただきたいっていうところが大きな課題になってくるのかなと思うんです。それこそ、あのー、作業所行ったり、えー、就労したりっていう時にその企業さんたちが理解をしていただかないと,、えー、と長くそこのところに定着できないっていう。 すごく大きな課題があるしまたあのおうちに引きこもっている方たちっていうところもやはりきちっとねあのどういうふうにすることしていったらいいかっていうところも必要になってくるかなと思うので本当に工事の機能障害の人たちの支援っていうのは課題が山積みになっていると思うんですけどもまた皆さんでねこういったこともいろいろとお話し 話しし合いしていいいてくのがいいかなと思うんですで今日はですねあのー、本当に久しぶりに野垣さんのお話講義を聞かせていただけるっていうのがねすごくあの楽しみにしてました。でねあのステップ7さんも本当に長いことねこう支援をされているので本当に随分本当に 20年近くになるのかなあの、ナナさんの方にもね、あのー、こう。 お邪魔していろいろとねあの、お話聞かせていただいたり、冊子を作ったりさせていただきました。えー、ステップ7さんのね、取り組みっていうのがすごくね、あの皆さんに参考になると思いますので、今日あのしっかり皆さん、お話をお聞きになって、また、野々垣さんに質問なり、いろいろとお聞きしてください。じゃあ、野々垣さん、今日よろしくお願いします。 あ,どうもありがとうございました。えー、っとえ、じゃあまたあの、あれですか、息子さん、浩二さん、また番組かなんかが登場されるんですかあのですね、その担当者の方が、すごく工事の機能障害っていうことで、こう、いろいろ、 あのー、すごく興味を持たれて、うん、えと皆さん大変な思いをしているというので、えーうん、追いかけたいけども、なかなかその、えー、と企画を上げても、それが通るかどうかというのですごく大変なんですって。で今回ねあの、本当に、えー、と三重の,あの検討委員会のも取っていただいたんです。それは本当にニュースの中に、どうでしょう。 1>, 1分もないくらいの晴れだったんだけど、まあ、今回はあのすごく頑張っていただいて、うん、えとまるっと見えている中で今を生きるみたいな感じで、うんえー、それこそ15分ぐらい、うん、それこそ30時間、40時間ずっと追いかけて撮ってもらってても、放送はほんの一部なんですけども、うんあのー、またですね、そのビデオを送って。 ていいただいただらあのの玉木さんの方に方はお送りしますねどんな内容だったかっていうのがあると思うし、それを見られた方が、えー、と他の方たちにもあの見ていただきたいので、できたらちょっとこうビデオをお借りしたいっていうことも言われてますのでね、ねまたご希望があればねあのお貸しすることもできると思います、ね。 あの<え>ぜひ機会があったら NHK の方に「ミラクル」に入っていただいてああそ,、ね、そうですね,ね,ねあのすごく熱心にされてましたやっぱりあの上司の方とこうバトルをし合いながらその麹の機能障害っていうのをもっともっとこう皆さんに分かっていただきたいってただその中にねどれだけそのドクターの お話なんかがね、入っていくといいんだけど、なかなかそこ、そこまで編集するのが時間的に難しかったので。あの、また機会があれば、あの、撮りたいって言ってましたので。また声はかけておきです、ね。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい。で、あの、今日、あの、先ほど小田さんの話にありましたように、あの、社会復帰とかですね、日常生活の。 浮きについてのもう僕があえて言うまでもなく非常に著名な方で <laughs> 実はうちのサークルエコの家族会の中でも野々脇さんの話を聞きたいとあの野々脇さんのアプローチは神業やというようなお話を <laughs> あの複数の方から聞きまして。 これでなんとか野垣さんに、えー、お忙しい中、本当に申し訳ないんですが、お時間を頂戴しまして、えー、今日お話をいただくという運びになりましたので、であのタイトルの方もあのアプローチの達人に聞くというふうにあの、こちらの方でさせていただいたんですが、やっぱりその成たがわぬあのご活動をされているというふうに伺ってますので、今日はぜひあの楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、それでは野垣さん、よろしくお願いします。 はいいよろしくお願いしますあの玉木さんも小ジさんもどんどん今日のハードル上げてくれてありがとうございます。なんか久しぶりにこうなんか画面上だけどねあのお会いできてよかったなと思いつつあのー、このお題をもらってでずっと考えたんですよ。すんごい考えて結局何がいいのか全然分かんなくなっちゃったっていうのが <laughs> ちょっと結論ではあるのでまあ普段 私が何を考えてどんなことを作業所でやってるのかっていうのがこう伝えられたらいいかなっていうふうに思っています。でまあ1時間ぐらいお時間をねいただいているようなので、まあ、お話ししていこうと思うんですけど全然達人じゃないなと思ってただ言えることはさっき小茶さんおっしゃってくださったようにステップ7がですね来年で20周年迎えます立ち上げて。 よく潰さずにここまで来たっていうのを、えー、と褒めていただいたらもう今日私は満足して、はい、<laughs> もう終わっちゃったりしてっていう話なんだけどで今日ねあねエコーの皆さん含めねいろんな方参加されていてで、ね、当事者の方もね参加されてくれて嬉しいなって久しぶりに会ったなってね嬉しいまたね直接会えたらいいなって思っているんですけれどもまあ あの、画面越しに私太ったなと思いながら見ててくれたらいいわ。<laughs> と思います。じゃあ、えっ、ー、とね、サポートの考え方っていうか、まあ、ステップ7どんな感じでやってるかっていうお話ができたらと思います。うわ、出た。このパソコン固まりたやついっぱいった。で、えっ、ー、と、ステップ7なので、まず簡単に紹介をしていきたいと思うんですけれども、 そもそもその鼓似の機能障害に特化して事業所をやるっていうのが、横浜市と大バトルがあったんですね、実は立ち上げにあたって。というのは、地域作業所っていう考え方の時代で、まあ、ここ立ち上げね、20年前してるんだけど、あくまでも地域作業所っていうのは、地域の障害者に向けた施設、だから、障害に特化するっていうのはおかしいって言われたんですね、最初、横浜市には。 要はあの、この辺にいるその、それこそステップ7の、ね、上マンションになってるけど、そこのマンションの障害者とかだってこう受け入れるべきだっていうようなところですごくね、横浜市と話し合いをするのが最初大変だったっていうのが印象としてはあるんですけど、それでもやっぱり特化したい理由っていうのがあったので、まあ、なんでかなっていうところでは、やっぱり皆さんお感じになってるかなと思うんですけど、怪我や病気する前に障害者っていう人と接したことのない ね、あの当事者の人たちがいきなり障害者だよあなたって言って通所施設に行ってもなかなかなじめないっていうのが正直あったで、もともと私は神奈川リハビリテーション病院でね作業療法士として働いていたんだけれどもやっぱり外来の患者さんがせっかくどっか通所につながってもいや俺障害者じゃねえしみたいな感じで帰ってきちゃうなんていうのもすごくあったんですね。 なのでまあ工事能に特化した事業所ってあったらいいなっていうのをずっと思っていたあとやっぱりさっきお話ちょっとあったんですけど退院した後の生活の部分っていうのが全然見えなかったんですよねでやっぱり同じ障害の人たちがどういうふうに地域で生活してるんだろうっていうところを知れる場所っていうのは求められていたんだろうなそれが家族会っていうあの形も当然あるんだけれどもやっぱりそこが こうまあ、7の会がそうなのかもしれないけど、やっぱりあくまでも家族会であって、当事者同士がこが話せる場所っていうのがなかなかなかったんですよね。で、やっぱりこう他の当事者何してるのかなみたいなところが分かるっていうのは、やっぱり通所施設ならではかなっていうのがあって、工事のだけっていうのは、ちょっといまだにそこは変えずに、この20年やってきていますね。で そこですごくメリットがあるのは何かっていうと、やっぱり似たような症状の人たちっていうのがいるので、こう、その症状の中で、こう、うまく対応している人を実際にこう、見る機会がある。で、直接見ることによって、こう、あ、俺もそれやってみようかな、みたいなところの学び合いっていうのはすごくこう、講じのだからできるのかな、というふうに思って。で、やっぱり特化してやってよかったな、と思う部分と、 全然思わない部分の話もこの後出てはくるんですけど、やっぱり高知能の人たちだけでいるの特殊なので、本当にそれで、あの、就職とか目指していって大丈夫なのかなっていうのもね、まあ、相反する課題っていうのはずっとあったところですね。で、まあ、そんな中で、まあ、あの、七の会の当時、大塚さんが事業所立ち上げる準備、すごく全面的にやってくださったので、まあ、なんとか。 やっててきたなんていうところですかねでやっぱり高知能機能障害の方と関わる中でその障害の理解っていうのの部分ってかなりこう取り沙汰されるというかやっぱり自分で自分の障害どうやって捉えてるんだろうなーっていうような部分すごくみんな考えるんだよね。 自分の障害をこう知っている、自分自身が知っていることによって、やっぱり代償手段っていわれるメモ使ったりとかで、スマホ使ったりとか、その辺の活用につながっていくよっていうのがあるので、やっぱりちょっと自分自身の障害っていうのを知ってもらいたいなっていうのが、まあ、ステップ7の一番の課題としては持っています。ただ、できないことに直面することってすごくリスクがあって、やっぱり鬱状態になっちゃう。 人たちもいるので、そこの手加減、さじ加減っていうのはあの答えがなくって、本当に現場でご本人の顔色を見ながら、動作見ながら、ご家族の話聞きながら判断していく。で、必要があればやっぱり通院につないでいかなきゃいけないようなケースも当然あるというような感じですかね。 で、まあ、ステップ7ってどんなとこですかっていうところで、この後もっと詳細の話はしていくんですけれども、今2つの事業をやっています。で、今回ちょっとメインで話そうと思っているのが、通所の施設ですね、地域活動支援センターという、要は日中通ってきて、で、まあ、就職に向けてのトレーニングをする場所っていうような事業ですね。これがちょうど20年迎えるんですけれども、えっと、利用店員が15名。 おおむね40歳,40歳までに区切っているのは横浜市ってちょっと独自の施策があって40歳以上の中途障害の方が通える通所施設っていうのを18区全部に設置してたんですよね、もうすでに。 中途障害者地域活動センターっていうのがもう全部別枠だって要は介護保険じゃちょっとなじめないんだけれども就職も難しいしで地域でじゃどうやってやっていくっていうような部分を埋める支援がもうすでにあったのでそこも使えないような就職を目指したい高次郎の人を受けるっていうふうにしましたで今はえー、っと常勤が1.5あと非常勤で回している なぜかというと、もう一つ、自立生活アシスタント事業という訪問型の支援をしているんです。これも横浜独自の事業なんですけど、こちらの事業と、兼務でののがきが動いているので、1.5と1.5、常勤で、あとは非常勤でっていうような形にしています。で、どちらの事業も、高次脳機能障害に特化してやっているっていうのがまあ特徴かなというところですね。 で地域活動支援センターの活動は、まあ、通所してきてもらってっていうこのあとね、話をこっちメインでしていくんですけれども、まあ、活動を通して自分の症状を知っていって、で対応方法について自分でこう、ね、こう身につけていってもらう、であとはまあ周りの人とあそこで共有していくなんていうことをメインにやっています。で一般 <laughs> 一般的にこう通所施設って、そこに通って、例えばクッキーを作ることが、とか企業さんからのまあ受注作業をすることが仕事ですよっていう事業所がとっても多いんですけど、ステップ7はそこを目標にしていなくて、要はクッキー作りができるようになっても、直で就職って難しい。ではなく、クッキー作りに必要な活動の中で手順書が使える。 とか、時間を見ることができるとか、人と一緒に作業をすることができるとか、要は、こう、何を作ろうが、何しようが全然いいんだけれども、その中で、各々に身につけてもらいたい課題っていうのを細かくこう分けていって、で、ご本人たちにこう当て込んでやってもらってるようなことをやっています。で、もう一つ、この障害者自立生活アシスタント事業って、これ、横浜独自の事業。 なんですけど国事業でいうと自立生活援助っていう枠組み、もうほとんどでも、えっと、全国的にも自立生活援助はやられてない、制度はできたんだけど採算が合わないので全然やってないですけれども、とてもいい事業でその障害があってもその人が住みたい、住み慣れた地域でま暮らしていきたいんだっていう希望を本人とあと地域の支援者と一緒に考えていくような事業になります。 で基本的には何かやってあげちゃうことはしない、どうやったら本人ができるようになるんだろうってしていく、例えば通院、病院に行く、ね、割と定期的にまあ月1回とか病院に行かなきゃいけないで、入院中は変な話、自分で病院に行かなくっても、自分で症状を説明しなくっても、先生たちが何とかしてくれてた。だけど、じゃ地域に戻ったときに、入院中の病院じゃない。 近所のクリニックとかに通うようになるじゃないですかで。その近所のクリニックの先生が工事の機能障害知ってるわけがない。だって専門じゃないんだもん。でもそれは先生が悪いわけじゃないんですよね。専門が違うから。じゃあ、その人が一人でそこに通う、ね、通院するためにはどうすればいいんだろうねっていうのを一緒に考えるですね。で、アシスタントが一緒に通院の場面に入る。 で、先生とのやり取りをするんだけれども、直接のやり取りというよりは、先生、この人は記憶障害があって、言われたことを覚えてられないんですって、そうすると、訪問看護の人とかヘルパーさんとか困っちゃうので、通院ノート、これに、 今日の内容を書いてもらえませんか面倒かもしれないんですけどってご本人が覚えてられないから、このノートを活用する方法をちょっと一緒に練習させてもらえませんかっていうようなやり取りに入る。そうすれば、まあ、ね、まあ、よっぽどね、偏屈じゃなければやってくれるので、病院も。で、それをもって、こう、ご本人が一人で通院できるようになる。 とか、例えばじゃあ次の予約ね、本人忘れちゃうので、もうその場でご本人のこのスケジュール帳に直接書き込んでもらってもいいですかそしたら本人これ見て、次来れるのでっていうような環境調整ですよね。その人と本人、あのまあ病院と本人の間に入るとかね、そういうことをやっていきます。なんで直接こう単に一緒に ね、病院についててうんうんって話を聞いてあげるんじゃなくて本人がいかに次回から自分でできることが増えるかっていうのをずっと考えていくようなものになります。あとは例えば年金事務所ね。年金事務所の手続きってめちゃくちゃ複雑ですよね。ご本人だけではなかなかわからないし、年金事務所の人もどうやって説明していいかわからないので、間に入って、 でで例えば付箋を使ってこの書類はいつ誰先生からもらいますとかねいうのを書いておけばご本人がそれを見て行動できるとかそういう本当に生活の部分に密着したサポートをしていくような形ですねあとは ATM の使い方とかね結構 ATM 工事の人使えないですあの ATM の怖いところはですねあの機械はしゃべるし 目で見て要求してくるし、もういくつも注意を分散しないと ATM って作業が完了しないんですよね。とかいうのもあるので、そういうのを実際の場面で練習するとか、本当に生活に即してやっていっています。で、個人の機能障害とはっていうのを入れたんですけど、ここの話全然面白くないから、もうちょっと飛ばしちゃいます。で、支援の考え方の部分。 なんですけど、てか今日ね、みんな、高次脳機能障害のこと、めちゃくちゃ知ってそうな人たちの顔ぶれだったんで、もう今更、野々垣が,が説明する必要はなさそうだから、他の楽しい話しようかなと思います。で、じゃあ実際の支援の考え方とか、方法の部分ですね。で、あの、専門職の人たちっていうのは、障害像の評価っていうね、いわゆるこう神経心理学で検査みたいなのを入院中、多分いっぱいしたと思うんです。 ただ、それは何のためにしてるかっていうと、法、まあ、事の機能障害って表面から見えにくい障害っていうふうに言われているので、それを、まあ、見やすくするためにやっていくんだけれども、これね、今日多分医療機関の人入ってないと思うから、ここで力説しても全然仕方がないんだけど、どうしても評価をするとできない部分に焦点が当たっちゃいやすい。でもできない部分って、 言われなくてもなんとなくみんなわかるんだよね。ただ今活かせる能力がどこなのかっていうのを本当は伝えていく方がいいんだと思うんですね。だから例えば記憶力はあんまり良くないかもしれないけれどもこの人をみんなに助けを求めることとかすごく上手だからそれをうまく使ってやりくりしていったらどうですかねとか。 やっぱりこう、どうすればできるようになるんだろうっていうのを一緒に考えるのが、本当は専門職の役割なんですよね。障害が重いとか軽いとかっていうのを知りたいんじゃなくて、やっぱりその障害の部分を補えるのか、が補えないんだったら、それを使わない仕事を探したらいいじゃんとかいう、今後の,その方向性を指し示すための資料であってこう、これができないからっていうのを突き詰めるための道具ではない、本当はね。 ただやっぱり本人にしても家族にしてもそこができませんって言われたらどうしてもそっちに行っちゃう気持ちがねだけどできないことはもうある意味仕方がないと諦めるのがいいかどうかは別としてできないことはやっぱりできないものと捉えてでもその人がたまたまそれができなくなったんであってでなんとかさんっていう人自身が変わった人 ね、何か変わっちゃったわけではないっていう風に見ていけるときっといいんだろうなってこの人の苦手な部分がここですよただもう障害が一人歩きしちゃってこの人は障害者ですっていう風になっちゃうのはすごく私は本末転倒だなって思っていてやっぱり本人を見るための手段そこの一部なんだっていう風に考えないと検査が全てみたいな言い方をされると個人的には嫌だなって思ってます。 なので、やっぱり実際のその生活場面、行動の場面でこう観察して、どこの部分が難しいんだろうなって知っていくのも方法としてはあると思う。ただ、入院期間が決まっているから、ね、限られた時間の中で効率よくやる方法を病院は取っているんだと思うんですが、実際に、ね、患者さんって言われる人が地域に帰って当事者っていうふうに変わっていったときに、やっぱりその生活の中で、 どういうことがうまくいって、どういうことがうまくいかないんだろうなっていう見る視点を持てる支援者を増やしたいっていうのが、まあ、私の個人的な思いですね。で、当事者の情報の捉え方の特徴をちょっとここに挙げているんですけど、私たちもそうなんですけど、最初に見た情報っていうのが頭に残りやすいっていうのをちょっと示してるんですけど、ステップ7で、 えっと、イベントごとがあって、こう、利用者さんと出かけることになった。で、その時に、新杉田っていう駅で集合したかったんです。で、みんな利用者さんは横浜方面から電車に乗ってきた。で、利用者さんに渡したお知らせは、何月何日9時半、JR 根岸線の新杉田駅に集合してくださいっていうお知らせを、まあ、利用者さんが作って利用者さんにまいたんですね。そしたら、横浜駅から乗った、 利用者さん、一人到着しなかったんですね、9時半になっても。ただ彼女のいいところは何かっていうと、野々垣が遅刻していると思った。私は9時半に改札で待っているのに、野々垣が遅刻して合流できないっていう電話がかかってきたんだけど、野々垣の周りには他の利用者さんもいっぱいいて到着しなかったのは一人だった。ここで、あれ、どっか待ち合わせ間違えてんなって思って、で、ちょっとその彼女には、 近くに駅員さんがいるんだったら、今何駅にいるかちょっと聞いてみてってお願いをしたら、根岸駅にいたんですよ。横浜から乗って根岸駅で降りちゃった。目的地は新にすぎた,たでもこの書き方からすると根岸線のもう根岸っていう言葉が彼女の頭に残っちゃってるので、根岸の情報の方が強かったんでしょうね。で根岸で降りちゃったんだって。 いう話をしてました。あ、なるほどなーって。じゃあ、もしお知らせを作るんだったら、何月何日9時半、新すぎた駅、かっこねぎ線って書いたら、新すぎたっていう文言が先に出てきますよね。そうすると、注意として引っかかりやすいのは、新すぎたになる。だから、ちょっとしたところなんだけれども、書き方、情報を出す順番を変えることによって、もしかしたらミスは防げたかもしれないな。 なんてことがあります。なんで大事なことは先に伝える。っていうのが当事者の支援では大事なことかなと思っています。あとね、当事者の方にいろいろな話をするときに具体的に伝えるっていうのもすごく大事なんですけど、これ多分私どこの講演でもこのスライド使ってるからきっと見たことがあるかなと思うんですけど、 利用者さんにケーキを人数分に切ってねってののがきお願いしたんですよ。そしたらですね、その利用者さん、8人っていう人数をカウントする段階で、注意に問題があるので、誰かをダブルでカウントした8を9って考えたみたいな。で、このロールケーキを9等分にしなきゃいけない。 9人分に切らなきゃいけないと思って、何をしたかって言ったら、まず縦に切ったんですよ。ロールケーキ縦とか見ないですよね、普段ね、試食でもないのに、縦に切って、縦に切って、横に切って、横に切ったら、この人、スポンジだけどこんなにちっちゃいケーキ。この人、クリミッツだとこんなに大きいケーキになった。ここで考えたんですよ。私が人数分じゃなくて、8等分に切ってって言ったら変わったのかな っていうねまず指示のところも考えあと、なんでこんなにこう当分じゃなかったんだろうっていうのをちょっと本人って話をしたんです。そしたら、彼は左側の視野の欠損もあって、割と左側を見落としやすいっていう自覚があった。でいつも左側を忘れちゃうから とにかく左側を見落とさないように左から切り始めた。そうすると注意力ってギューッとこう寄ってしまって全体像が彼見えなくなっちゃったんですよね。でとってもちっちゃい、ね、ここになっちゃった。で切って切ったらこんなになっちゃった。<ー>うん、でこれどうしようかなって正直思っていやぐっちゃぐちゃだし8人だけど9等分なしなんていう話をしてたら本人めちゃくちゃ考えてこう言ったんですね。 じゃんけんで、ケーキが好きな人もいるから、嫌いな人もいるから、じゃんけんで決めましょうって。アイデアとしては最高ですよね。だから彼は上手にケーキを切れなかったかもしれないんだけれども、問題解決としてはとっても良かった。<laughs> なので、同じ現象を見たときに、綺麗には切れてない。多分、移動職の目から見たら、これすごい注意障害もあって、構成能力の障害もあって、みたいな。 もう悪い評価ばっかりついちゃうんだけど、でも別の立場から見たときには問題解決できてんだからいいじゃんって思える。っていうことは同じ現象を見たときにこの現象いいという人と悪いっていう人がいる。 これって地域の中でもそうだし、まあ、専門職同士、まあ、支援者同士でもそうなんだけど、一個の現象を見たときに、私が悪いと思っちゃったから、この人はこれ全然できなくて悪い人だって捉えちゃうのか、他の人の意見も聞いた上で、いや、でもここの部分はすごく良かったよね、っていうふうに、こうね、考えていけるのか。だから私が思うことと、周りの支援者が思っていることは一緒じゃないかもしれない。 っていうのは考えておかなきゃいけないなって思います。で、支援方法の原則としては3つ挙げているんだけど、やっぱり自分で自分のことを考えていくっていうのは難しいので、ちょっと周りの人が配慮する必要はありそう。あとは情報量のコントロールだったりとか、要はね、たくさんの情報を渡しちゃうと、記憶障害じゃなくっても覚えてられない。 なので、大事なことをピンポイントで伝えるっていうのも、支援のときには大事なのかなって。ついつい、あれもやって、これもやってって言いたくなっちゃう。一緒にいると。なんだけれども、あれもやって、これもやってじゃなくて、これが終わったら次これにしようっていうふうに、指示の順、ね、一個だけ言って、それが終わるまで待って、二つ目を伝えるとか、あとメモに書いて、一個ずつチェックしていって、終わった、終わったっていうのができるとかにする方が、 きっと本人にとっては分かりやすいんだろうなっていうふうに思います。あとは代償手段ですね。メモだったりとかスマホだったりとか、まあ、手順書を使うなんていうことも大事なんだけど、そもそも自分が忘れっぽいとかね、いうような自覚がないとなかなか活用してもらうのが難しいっていうのがあります。だから周りの人にメモ取れ、メモ取れって言われても、いや、俺困ってないしってなっちゃうと、メモ ね、取りたくないですよね。だって取る必要ないんだもん。本人にとって。っていうのがあるので、難しいなと思う反面、逆パターンもあって、ここのメモに書いてある通りに何かをするとすっげえいいことがあった。っていう経験をすると、あ、これ見るといいことあるかもしれないって思える。だよね。だからもしかしたら、 本人にあなた記憶が悪いんだからって10回言うよりも、これ見て行動したらめっちゃいいことあるからっていうふうにこう伝える。そっちの方が本人にとってはメリットがありますよね。っていうところでは、あの、どっちが先でもいいのかな記憶が悪いって気づくことが先がいいのか、その手帳を使って便利だったっていう経験、どっちがいいかは本当に人によって違うんだろうけど、ただ嫌な経験しなくて済むのは、 使って便利だったっていうのをいっぱいこう探していけるとお互い楽しいんだろうなって、いや、できちゃったね、これとか言って、こう、一緒にこう、なんだろうな、嬉しいなって思える、そこの支援がいいんだろうなって、やってあげる支援じゃなくて、本人と一緒に探していく、この辺も大事なことかなと思っています。 で、代償手段と環境調整ってちょっと言葉は難しいんだけど、ただ、日常生活や仕事に支障がある場合に使えればいいんだろうなって、まあ、誰も困ってないのに、工事の機能障害だからこれしなきゃいけないっていうセオリーはないと私は思っています。やっぱり本人が困っているからどうしようかなっていうのがセット。本人が困ってないことに対して何をやっても周りの人が疲れちゃうだけ。 こんなに一生懸命いろんなこと考えたのに全然使ってくれないじゃんっていうよりは本人がちょっと困っている時にスッとそれが出せるなんていうのがこうできるようになるときっといいんだろうなっていうか私もそういうことができるような人になりたいなと思いながら普段は支援をしています。で、代償方法を利用する、代償手段を利用するとかここでいろいろ書いているんですけれども まあ記憶障害だから手帳っていう話ではないんですよね。やっぱり本人の生活状況とまあ障害の様子によってこう変わってくるので、ここはちょっとこう支援者っていうか専門職の手を借りてもいいのかもしれない。で、こう代償手段、手帳とかをこう使いたいな、使ってもらいたいなと思うのはまあ支援者だったり家族だったりするんだけど、当の本人が 利用したいと思ってくれなければ何も始まらないんですよね。で、これは代償手段だけじゃなくて、やっぱりご本人がどうしたいのかっていうのが一番大きいのかなって。本人がどうしたいっていう思いがあれば、そこを原動力に何か引っ張れるんじゃないかっていうのを最近よく考えてます。で、病院にいる時って実はそういうこと全然考えなくて、 あの支援者がこう患者さんをよくするためにいろんなものをこうなんていうの提供するじゃないけどしとけばそのうちできるようになるんじゃないかな訓練しとけばできるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけど結局最終的に本人がどうしたいのかそこによって全然変わってくるのでやっぱり本人をその気にさせるのにどうすればいいんだろうなっていうのを常に考えてる感じですかね。 で、さっきちょっと話したけど、使って便利っていう体験から、まあ、障害をこう、促していく、障害理解を促していくなんてことも考えていってますかね。あと、は手順書ですね。よく、まあ、マニュアルって言われるようなものだったりするんだけれども、うん。この中で、お料理する人いるお料理する人、お菓子作るでもいいや。 うん、ありがとう。手を挙げてくれて、トヨタさん。お菓子作ったりするときにさ、レシピ見たりしてるレシピはあんまり見ないか。トヨタさん、せっかくだからオンにしてもらっていいマイク。手順が、手順が、うんうん。手順が思い出さなくて困ってるから、うんうん、いつもヘルパーさんとかと一緒に。 やってるんだ。あのえっとお菓子を作るときは親子で一台ずつあの愛向かって始めます。なるほどなるほど。あの本を見たりあの手順書を書いていくとどこまでやったかわからなくなっちゃうも読んでしまうので。であの手順は私がやってるのを自分が見てあこれが次だっていうのがわかる。なるほどなるほど。同時進行でやっています。うんうんうん。 ヘルパーさんとやるときも書いたのを見ますけど本人が見るとできなくなる。そうかそうかそうか。何年も同じ繰り返しになるのでヘルパーさんに今ここまでやったから次はこれよっていうふうにヘルパーさんに指示をしてもらいます。なるほどなるほど。はい。ねありがとう。お菓子作るの上手だもんね。そう。ないほどなる元々はねうん 今度楽しみにしとくはい <laughs>、はい、ありがとう急に振っちゃってごめんねうん。そう今助け舟をね出してもらったんだけど本当にこの手順書とかって私たちが言うようにうまく使えないんだよねさっきも言った支援者が押し付けで作った手順書だったりとか代償手段ってじゃ本当に本人が生活の中に取り込めるのかなっていう検証まで実は病院じゃできないし私たちもできてないと思うの だからこそ今みたいに当事者さんだったり、ね、ご家族だったりから直接どうしてるのってこれが多分ね一番支援には大事なことだと思うんだよねただここの話を聞けるチャンスが実は支援者もあんまり多くなくてそこを意識できるかできないかによって支援の仕方って全然変わるんだろうなってだから押し付けじゃなくって人の話を いかに聞いてそこに足りないものを追加するのか逆に言うと追加しすぎてるから減らしていった方がいいのかそこの手加減みたいな話っていうのがすごく大事なんだろうなって思ってますでまあここには一般論本当にねあの多分皆さんいろんな研修とかに当然行かれてるだろうしいろんな話聞いてると思うんだけど本当に一般論だけなんだよねでここに私が書いてるのもそう。 なんだけどこれをねいかにカスタマイズできるのかしていくのかここが多分アプローチしていく上では支援者がやることでそこのセンスのところがねすごくセンスよくやる人ともう全然うまくいかなくてっていうのがあるんだけどそこの差はね正直わからないあとはいかに本人の話を聞けてアイデアを出せるかだけなのでこれ工事の機能障害に全然限ってなくってどの障害でも っていうか、障害に関係ないよね。多分、家族と一緒に何か普通にね、障害のない家族と一緒に生活していくにおいても一緒なんだよね。なので、こう、その辺のところって、こう、支援って言葉使っちゃうとすんごい難しくなっちゃうし、難しく考えるんだけど、多分、普段やってることの延長で、そのバリエーションがいかにあるかうん、話が聞けたのか。でも、話聞くのだって大変じゃない で特にご家族同士だったら、超面倒になりますよね。それが当事者であろうと、そうじゃなかろうと。だからそこなんだろうな、きっとって言って、もう話終わりの方に収束してっちゃってるけど、<laughs> 多分私が今回伝えなきゃいけないのは、本人が何をしたくって、で、それをするためにどうするのか。で、これは障害うんぬん関係なく、もう本当にちっちゃいアイデアの積み重ねなんだろうなっていうのが、まあ今回の一番 話をしたかったとこなんだけど、こんなに早い段階で話すつもりがなくって、もうこの後の時間どうやって潰すっていうと <laughs> こなんですけど、まあ、ちょこちょこね、準備したもので進めていきますね。で、だから手帳とかもいろんな形っていうものがあるんだけれども、やっぱり本人の意見を反映させるっていうのはすごく大事。ただ、 どんな情報を残すために手帳を利用するのかっていうのは決めておかないと、日記帳に大事なこと書いても探し出せない。うん、だから大事なことだけ書くノートと、日記書き、ね、日々何があったか不安ですっていうような感じの人には、もうこっちのノートはもう好きなだけ書いていい。でもこっちのノートは本当に重要な一言二言しか書かないでほしいっていうふうに2冊分けちゃったりする。 な普段やってる時。じゃないとね、本当にあの不安が強い人って、ね、いっぱいメモしてくれるの。だけど探せなくって結局それがめちゃくちゃストレスになるので、本当に大事なことに書きたい、大事なことに残したいっていうことは、ちょっと支援者と一緒だったり、家族と一緒にこれだけを残してほしいっていうのをちょっと精査して、ぽっと外に出すっていうようなことをすると、整理がしやすいのかなっていうふうには思ってます。 もうね本当にねこの日記帳はどこから何を探そうってすごくなるんだよね。であのー、私の義理の妹が小路の機能障害だったんですけどすごく事細かくメモを色々残してた日記とかもそうなんだけどで結局もう一日にね何ページも何ページも手帳を書くから。 結局ね、今度、次の日にそれを読み返すところから始める。そうすると、やんなきゃいけないことが全然進まないんですよ。ずっと書いたの読んでるから。あ、これだと生活なかなかこう回っていかないよな、っていうのもあって、本当にもう大事なことだけ別にこう書き出すようにした方がいいんだろうな、ってこう、一緒にいて初めて分かった部分でもあるので、ただ、病院とかで手帳使う練習するときって、 あんまりそこまで精査されてなくって、あんまり中で書くことってないから、今日のお昼ご飯とか夕飯とか書かせたりするんですよね。でも人生にとってあんまりそれ大事じゃないんだよね。私が思うに。いいよ、昨日のお昼何食べたかなんてとか、食べたか食べてないかぐらい分かってれば全然よくってまして、あんな美味しくないご飯を振り返ってみるなんてこと絶対しないので、やっぱり何を書いてもらうのか、本人が楽しく書けるような情報と、なんかまあ必要な、 ところって分けて考えなきゃいけないのと、私書けなくてもいいのかな自分で手帳はとは思ってて。書いてあることが見れた方がよっぽど大事かもしれない。自分で書くってすごく能力が必要なんですよ。何を残して、何を捨てなきゃいけないのか、情報として考えなきゃいけないから。なので、遂行機能障害のある人とかは、やっぱりすごく難しいので、逆に言うと、誰かが書いてくれたメモを見れるなんていうのが段階付けの一番としては大事かなっていうふうに思ってます。 ただねメモもなかなかのね便利アイテムではあるのポッケに入るから。でポッケに入るからポッケにこう入れるんだけどねちぎって紙をねペラッと私もよくやるんだけどこう,こうメモ帳でこう束になってりゃいいのにこう剥がすじゃないそうするとこのメモ帳がいつ書いたものかとか時系列が全然分かんなくなっちゃうっていうのがあるので少なくてもなんか日付と時間を入れたりしてます。 もうビリビリリ破る時にはなんかお買い物メモで昨日書いたのか1週間前のメモなのか分かんない時とかありますよね自分も。なのであのどこの情報が一番新しい更新情報なのかっていうふうに分かるようにこうメモを書いてほしいなっていうかそしたら紙切れでもいいんだけどなかなかやっぱり混乱はしやすいのでこう紙切れじゃなくてこう冊子で持っててくれた方が嬉しいかなとは思います。 ただ、情報量がだんだん多くなっちゃうと分かんなくなっちゃうので、メモのいいところ終わったことは捨てられる。今みたいに破って捨てちゃえばいい。っていうこともあるので、捨ててもいい情報だったら、もうなんか破り捨ててしまえばいいで私は個人的に思ってます。あと、スマホですね。もう 使い慣れていればすごい利用できるツールも多いし今何でもアプリを落としてほん本当に本人が使いやすいようなものっていうのを作るのは、ね、できやすくなってると思うのでそういう使い方をすればいいんだと思うんだけれども場所によって携帯使えないっていうところもあったりするのでそこ考えておかなきゃいけないあの失敗しちゃったなと思ったのはあの 就職を目指していて、ちょっと練習をしていた利用者さん、結構スマホ使うのが得意だったので、スマホでいろんな行動の管理だったりとか、情報の管理をご本人してたんですね。ただ、いざ、こう仕事に行った時に、個人情報を扱う部署だったっていうかね、お中元の配送センターかなんかだったのかな。で、個人情報を扱うからって言って、スマホの持ち込み、その部屋にもスマホを持ち込んじゃダメって職場で言われちゃった。 そうするともうお手上げなんですよね。なんで、そこで本当にスマホ使えますかっていうことも想定して考えておかないと、せっかくやったんだけど、結局何にもこう彼女にとって役に立たなかったなんてことがあったので、まあ本当にその場所で使えますかっていうのは考えておかないといけないなって。あとはね、うちの利用者さんとかよくやるのは充電してこない いや、ダメでしょ充電してなかったら、これただの箱でしょって思うんだけど、やっぱりその辺のところを、こう、家に帰ったらすぐつなぐっていうのを、こう、いかにルーチン化できるかとかね、朝それを持ってくるとかね、その辺のところを生活にどうやって組み込もうかなっていうのは、いつも考えてます。あとは環境調整。まあ、いろいろいろ書いてろはあるんですけど、まあ、こんなのはどうでもよくって、一番はやっぱり本人と一緒に確認して調整する。 支援者が勝手に決めた、家族が勝手に決めたなんて言っても本人にとっては心に残らないので、やっぱり本人と一緒に確認してその場でやれるっていうのが一番いいんだろうなっていうふうに思ってます。で、じゃあ支援の実際っていうことでもうね、話したい大事なことは本人と一緒に決めますようなので、どうでもいいんですけど、じゃあ実際にこの20年、 まあ、ステップ7もいろんな変遷があったんですけれども、ここのところ、まあ、行き着いた活動についてお話ができればなと、通称の方ね、思ってます。で、今、この作業所、あの地域活動センターを利用するまでの、まあ、利用者さんの様子としては、まあ、9割以上の方がリハビリテーションセンターからの紹介。例えば、神奈川だとかなり派があって、あと、横浜市内にも横浜市の総合リハビリテーションセンター、どっちも工事のセンター持ってるので、そこからの紹介の方がほとんど。 ですで大体受賞発症から1年ぐらい経過している人が多い、回復期通過して、外来通過して、うちみたいなパターンが多いですね。で、まあ、初めのうちは外来の訓練と通所、うちの通所を併用して、徐々にこう日数の取り合いをしていくようなことをします。で、最初はあんまりそういうことがなくって、もう外来終わった。 からそっち行ってみたいな感じのこともあったんだけれども、やっぱり本人とか家族にしてみたら、病院から見捨てられちゃった、切り捨てられちゃったっていうような思いもすごく強いし、あの、かなり病院と協議したのは、医療機関から通所に切り替える際に、家族に上手に説明してください。本人にも上手に説明してくださいっていうのを、本当に20年前からずっとやり取りをしてた。 で、それはどういう説明かっていうと、病院でできる訓練は基本的にはマンツーマン、支援者、まあセラピストがいて患者さんがいてのマンツーマンの訓練が基本なんだけれども、社会に出る、就職するためには、やっぱり複数のグループのトレーニングがすごく大事。ね、社会で一対一で対応してずっと話が済むことって少ないので、やっぱりこう、 ワンステップアップして、マンツーマンの対応からグループの対応にステージが上がりました。だから通所に行ってくださいっていう説明をしてもらえれば、本人も家族も受け入れがしやすいし、私たちも、こう、なんていうのかな、病院とバチバチする必要がなくなる。病院ではこうしてもらってましたって言われても、やっぱりステージが違う。段階が違うんだから、やることが違うのは当たり前。 っていうのもあるので、説明の仕方をこを病院の先生方とかとも含めて、ずっとやり取りをしてきた成果がいます、こんな感じ。なので、7に行くのは1ステップアップしたっていうふうに思ってもらえるように、あのうまく出してくださいっていうふうにお知らせをしています。で、実際にまあ作業活動の目標っていうことで、まあ、ステップ7自体は就職をしたい人たちっていうのをまあ来てもらっている。 ただ実際に就職できるだけの能力があるかないかっていうのは通ってない。要はすごく頑張っても就職難しい人たちもたくさんいるんですよね。やってみて。なんだけど人から言われて働けないって決めつけられちゃうんじゃなく やるだけやって、やっぱり難しかったって思ったら、本人が折衷案というか、ここまでだったら妥協できるっていうところを見つけ出せるんですよね。なので、まあ、働きたいっていう気持ちがある人にとことんやるっていうような形にしてます。で、なので、まあ、就職を目指すためには何が必要かなっていう話をこれ、利用者さんに向けてこれしてるんですけど、就職する職場っていうのは、病院や家とは違うんだよ。 病院とか家だったら誰かが常に気にしてくれてるっていうような環境だけど、職場はそうはいかないよね。だからこそ自分から周りに働きかけないと忘れられちゃう、忘れられちゃうよ、職場だと。受け身にならないでねっていう話をよくしてます、利用者さんには。あと、人事の担当、採用の担当の人と現場で働く人っていうのは別だからさって。 自分で自分の障害特性っていうのか、まあ、障害特性は話せなくてもいい。ただ、やっぱりこういうふうな対応方法が必要なんですっていうのを相手に説明できないとちょっと厳しいかもねって。部署の統廃合があって、上司が変わった時とかもそうなんですけど、結局、例えば自分はちょっとこう、作業がゆっくりなので、こう、時間を多めにもらいたいですとか、 こういう配慮があったらできそうなのでメモを取る時間が欲しいですって自分で言えれば会社は嫌だって言わない。だから何かあった時にあくまでもできませんっていうのはなしねって。 だって会社はお給料払ってくれるところだから、そんなできませんっていう人にお給料払いたくない私が社長だったらっていう話をよく利用者にはしてます。だけど、こういうふうに配慮してもらったらとか、ここまでだったら自分でできますっていうふうに言ってもらえれば、こっちもじゃあ次どうしようって考えられるから、やっぱり自分でこう相手に説明できるようになってほしいなっていう話を利用者さんに常に日頃している。 でやっぱり障害を知って自分の症状に気づいてで困りごとや対応方法を相手に伝えられるっていうこれをトレーニングする場所としてステップ7を使ってもらってます。でただまあそうは言っても職業準備性ピラミッドってちょっといきなり出てきて何かっていうとこれ昔支援者が言っていた図なんです。健康管理ができて で日常生活の管理ができて対人技能がアップしてで基本的にどこかに通う習慣ができたら仕事ができるっていうピラミッドを下からこう積み上げる支援っていうのをずっとやってきてたんですこの何十年もただ2013年に障害者雇用促進法が改正になってで、あのー、障害者を差別しちゃいけませんよとか ねいろんなことが出てきたんですよ。合理的な配慮をしましょうねっていうふうに、法律が変わった。っていうことは、本人が全部できなくっても、要所要所で支援があればできるっていう状況になればいい。そのために会社も配慮しなきゃいけないですよって、今法律が動いているので、本人が全部全部できる必要もない。必要なところに支援を入れればいい。っていうふうに、世の中の流れが変わってきてます。ただ、 法律ってなんかいやらしいなと思ったのは、障害者から申し出があった場合に配慮しますって言ってんの。だから申し出なければ、まあ何もしてくれないってことはさすがに今のこのご時世ないとは思うんだけれども、基本的には障害者側からこう事業主にこういうふうにしてもらいたいですって申し出をするっていうのが今のルールになっているので、だからこそ自分で 相手に自分のことを説明できるっていう風になってほしいなっていう風に思っています。で、知る、気づくっていうところでやっていること、作業を通して苦手な部分になったところ、気づいてほしいな、ステップ7の中でとか、あと利用者にもミニレクチャー、今のね、その合理的配慮の話とか、利用者にもします。で、まあそういうのを通して、工事の機能障害について、ちょっと利用者さんと一緒に考えてます。 あとは制度を調べたり、実際に使っている人の話を聞く、これは修道だけじゃなくて、例えば制、まあ、度って言っちゃいかんけど、映画が半額で見れるとか、いろいろあるじゃないですか。ね。で、じゃあ一緒に行ってみたらとかね、いうので、ちょっとこう、手帳の使い方をマスターしてもらいたいなあとは体験談などを文章にして人前で発表する、こんなことも今やっています。あとは地域の人と一緒に活動してみるなんていうね、ところですよね。 ただやっぱり障害理解の部分ご本人自身の障害理解とかあと疲れやすさ胃疲労の影響ってすごく何年経ってもやっぱり残ってるかなってでやっぱりそうそこの部分っていうのはやっぱり高知能の人と後々まで影響してくる部分一番大きいかなと思います。 で利用者さんに実際ミニレクチャーをするときに、まあ、ちょっとこんな話をしている、せっかく就職できてもさ、ってすぐやめなきゃいけなくなるって嫌だよねって、こんなに大変な就職活動をくぐってっていう話をするんですね。で、例えばなんだけどねって、離職しちゃった人の要因をちょっと調べてみたんだけどねって、これちょっと私の大学院の研究テーマでやっていたことを、ちょっとだ利用者さんにお話しするんだけど、やっぱり一つは障害の理解不足。 これは自分自身もそう。自分自身が自分の障害のこと分かんなかったら対応方法も間違っちゃうでしょって記憶障害があるのにメモ取らなかったら失敗しちゃって、で、こう怒られんじゃんって、そしたら嫌な思いするよねって。ただ逆に会社側も本人の障害のことをあんまり理解できてないからこそ、例えば記憶障害の人に3つのことをお願いしちゃった。だけどうまくできなかった。 はあ、障害者なんか雇わなきゃよかったって。お互いに、こう、お互いの障害の体、ことが理解できなくって、対応方法がうまく伝わらないから、やんなってやめちゃう。ね、やめなきゃいけない状況になっちゃう。なんてことがあるよねって。だからこそ、やっぱり自分で、自分の、 説、取り扱い説明書が作れるぐらいにこう説明できるようになるといいよねっていう話をしてるんですよね。ただまあ疲れやすさとか転換発作とかその他もろもろはあるんだけど、でもやっぱり今ここでできることは自分の説明を相手にうまくできることだねっていう話をしてます。でまあそんな中で離職につながりやすい傾向ってねって今も言ったけどさって案外日常生活が安定しない人ダメなんだよねって体調管理ができなかったりさ。 薬飲み忘れちゃうとさ、転換発作起こしちゃうじゃんって、会社と発作起こすとすごい大変だよっていう話もまあ実際します。で、実際にあった事例の話とかもちょっと利用者さんにする、あと生活リズムが崩れちゃってねって、毎日遅刻してりゃそりゃ怒られるよねとかね、そういう本当に具体的にこう見える方法で利用者さんには説明をしてだからこそっていうね、ところの話し方をしてますかね。でまあ、障害者雇用率 の絡みもあるけど障害者雇用ってこんなにさ、いっぱいいっぱい上がっててさ、精神障害なんてガーンと増えてるからさって、私たちも働くチャンスあるんじゃないのとかね、いうところの,この世の中の情報みたいなのもちょっと利用者さんには伝えてますかね。 あとまあ障害者手帳ってこういう種類があるんだよってみんなどの手帳を持ってる人によって手帳違うんだよってだから高次能だからって全員が同じ手帳を持ってるわけでもないし使える制度が一緒なわけでもないんだよねとかいう話を利用者さんにしていますで実際にまあ体験談の発表っていうような感じで,で、まあ、これで、ね、実際の利用者さんの活動の様子なんですけど最初の頃は作業療法の学生に向けて私が持っている授業 のコマをちょっと渡して、で学生に向けて喋ってもらってたんですけど、利用者さんから、まあ、当たり前なんだけど、障害に関係のない普通の大学生に障害を知ってもらいたいって言われたんです。 まあそうだよね。医療職を目指す人たちに、まあその話することも大事だけど、全然交通事故のこと、工事の機能障害のことを知らない学生さんに、やっぱり障害知ってもらいたいって、だから逆に興味関心がない人にも自分たちのことを知ってもらいたいんだって利用者さんに言われたんですね。まあ,まあもっともだなと思って、で、今年度はちょっと大学の方と調整をして、国学院大学の方で、あの、保育かなんかのじ、えっと、 保育かなんかを勉強している学生さん向けに利用者さんがまあ体験談を話したなんてことをやっています。で、まあ、実際現場にこうやって行くこともあるし、オンラインでね、講義をしたりとか、こういうのも経験してもらってます。で、あと自分のことを相手に伝えるっていうのがすごく大事だよねっていう、で、この辺の経験もさせたいなというふうには思っていて、これもちょっと専門学校にお願いをして、で、やっています。 であのまあ、うち通称がおおむね40歳までにしているので割と学生さんとかと年が近くってその世代とやれた方がなんかすごい楽しそうなの。 いや、ここで愚痴を言ってもしょうがないの。のの学と喋ってるよりも、学生さんと喋ってる時の方が、120倍ぐらい楽しそうに話をしてて、うまく伝えられてるんだなっていうのが分かるので、極力学校と連携をするように、ここのところを心がけています。であの、学校と連携して何したかっていうと、スマホとかインターネットを安全に使うためのリーフレットを作りたいって学生さんの方は思っている。 で、まあ、その障害者向けに私たちもこういう情報が知りたいっていうのを利用者さんと学生さんとやり取りをしてもらって、で、その会話の中で自分のことを相手に伝える、こういうふうに困ってるんですって、こういうのがあったらいいなと思ってますっていうのをちょっと練習してもらったりしています。あと、障害について知るっていうので、えっと、さっき一番最初にお話ししたんですけど、うちは高次脳機能障害の人しかいない、 ことのデメリットの一つが、高知能のことしかわからないんですよ、利用者さんも。ただ、障害者雇用として、もし就職した場合に、高知能だけを雇っているような会社なんてありえないんですよね。精神障害の方とか、知的障害の方、身体障害の方と一緒に働くことになる。でも、そのチャンスをステップ7にいると、中では提供できないので、あえて、ちょっとこう、区内の、えっと、 うちの職場のある続き区内に障害者事業所ネットワークっていうのをちょっと作ってみたんです。今26団体加盟していてで私が会長させてもらってるんですけど、そこをちょっとうちに都合のいいようにいろいろやらせてもらっていてでイベント開催してます。でそのイベントにま知的の人も精神の人も身体の人もこう入っていてなんとなく雰囲気がわかる。 みたいいなところの場面をあえてて作っているただ、工事の機能障害の人のイベント設定するってなかなか難しくって、結構なんかお祭りとかやっちゃうと、なんていうのかな、あんまり一緒に楽しめない。どちらかというと、もうちょっと大人っぽい、普通の人が好むようなイベントが彼らは好きなので、えっと、 このイベントに関しては、今回、えっと、横浜 B コルセアーズって、えっと、バスケット、プロバスケットのチームだったりとか、あとサッカー J3 の YSCC にちょっとお願いをして、で、ちょっとイベントに参加をしてもらって、プロの選手と一緒にできるよとか、プロのチアリーディングの人と一緒にちょっとできるよとか、いうような、ちょっと高次動の人もこう参加していいかなって思えるような、ちょっとこう、なんていうのかな、普通の人が喜びそうな設定のものをちょっとやってみて。 いますかね次はね、12月に、えっと、サッカーの選手がやっぱり FC のサッカー FC 横浜の選手が来てくれたりとかちょっとそういうところのつなぎをやりつつうちの利用者さんと他の障害の人たちをつなぐような活動もやっています。で、精神障害の方に関してはですね、今月に1回ぐらい、ここのところちょっと試合のシーズンで遊んでもらえなかったんですけど、あの精神科の DK のチームで、えっと、ウォーキングサッカーのグループを持っているところがあるので、そこで一緒にウォーキングサッカーを、もうガチでサッカーやってますね。もう筋肉痛です。50近くなって私にサッカーはもうきついです。 っていう、ね、心の声をだだ漏らしながらこう、まあ、実際に一緒にこう、ね、あのサッカーやったりとかで、そんな中で、あれ、この人たちって結構動けるんだけど、いや、結構普通っぽくない、あ精神障害ってこんな感じなのみたいなところを実際に体験としてこう学べるっていう、こんなことを企画しています。であとはですね、やっぱりこうじの機能障害に限らずなんですけど、障害になってしまったことで、 やっぱり受け身になる生活の方が多い、誰かから何かこれをやってくださいって与えられることの方が経験として多くなっちゃってると思うんですけど、それもどうなのかなって、自分たちでやりたいことが彼らもあるわけだから、何がしたいんだろうっていう、その話し合いも含めてやってもらいたいなって思っていて、で自分たちでイベントを企画して、運営するところまでやってもらいました。でちょうどあの社会会福祉協議会の助成金で 子夏休みに子供向けのイベントなんかやってくれないかなっていう募集があったので、利用者さんにやりますかって聞いたらやるっていうから、企画段階から企画書書いたりとかも、えっと、利用者さんにやってもらって、で、社協との打ち合わせ、助成金の打ち合わせも利用者さんでやってもらって、ちょっとお金の生産は間違ってたから職員が直したんですけど、要は何かやるって言ってもやってもらうんじゃなくって、もう企画からお金のことから全部利用者さん頑張ってね。 で、何かやるときに、実は職員ってここまでやってんだよって、きっと会社に行ったらやるかもしれないよっていうことを、実際にこう体験してもらう。こういう場面も、まあ、ここのところちょっと意識して取り入れるようにしてます。あとは地域の方と一緒に活動するっていうことで、あの、 逆に言うと、障害者に興味のあるボランティアさんを募集するとかじゃなくて、もうこの地域の中にある商店街に利用者さんを放り込んだ形ですね、逆のパターン、呼び寄せるんじゃなくて、こっちから行っちゃえみたいな状況にしました。で、この商業振興会の活動で知り合った方々とまあ一緒に何かやったりとか、あと夏祭りの運営を一緒にやったんですね、今年は商店街プロです。 をやったんです大日本プロレスさんに来てもらってプロレスをやってあとその周りに屋台をいっぱい出してみたいな感じなんですねやってやったんですけどこれまで、まあ、コロナになってちょっと途中中断してたんだけどそれまではその屋台がいっぱいある中に作業所のブースを作って作業所の製品を売ってたんですよあちこちのなんだけどすごく違和感がある。 なんていうのかな綿菓子売ってて、焼き鳥売ってて、ビール売ってる横で、障害者が作った商品ですって言って、全然食べられないようなものとか売ってても、そりゃ人って足止めにくいですよね。だったら、そのお祭りの雰囲気に馴染めた方がいいし、実際にその屋台を出しているのも商店街の人たちなので、そっちの手伝いに利用者さんを回してもらったんです。ビールを売るとか。 あビ,ビールは違う。ビールを売ろうとしたらビールはダメだったんだ。サーバーがうまく使えなく、ビールサーバーがうまく使えなくてて、ジュースをそれで、お茶とかジュースの販売をうちの利用者さんが商店街の人とやって、で様子見てたんですけど、あ、すごいなと思ったのが、初めましての、えっと、商店街の人とうちの利用者さんの組み合わせだったんですけど、利用者さんが自分でその商店街の人に、自分はお金の計算が得意じゃないので、 あの、濡れた、こう、ペットボトルを拭いて出したりとか、その商品を揃えたりとかを自分がやるので、お金やってくれませんかって、自分で言えたの、利用者さんが。これって、ステップ7の中にいたら絶対わかんなくって、全然知らない、その商店街の人だからこそ、自分でその説明をしたんだと思うんですね。だからやっぱりそういう場所だったりとかを提供できる。 っていうのを施設としては考えなきゃいけないんだろうなって思っていて、今年度すごい勉強になりました。で、また商店街の人たちと一緒にやっていけたらなぁて思ってます。で、あとは障害者の力を知ってもらうっていうことで、その地域の啓発っていうので、何かこう、障害団体でスターアピールするんじゃなくて、たまたま農家さんが、こう、農福連携って今すごい流行ってるんですけど、そこの部分で、あの、 うちの職場の近くって実は農家さんがすごく多くて小松菜とか横浜市内なんだけど小松菜とかすんごいいっぱい作ってて。あと玉ねぎ。えっとね、来週は玉ねぎなんだけど玉ねぎとかいろいろやってるんですけど、あの、個人の農家さんが多い。で、横浜だから場所も狭いしっていうのがあって、いろんな作物を作っているから機械化しにくくって、で、こう人手が欲しい時期がある。繁忙期に手伝ってくれたらいいなって。 いう,ふうな話ががちちょっっと持ち上がったんですよねただこう繁忙期に手伝ってほしいんだけど障害者ってどういう人かもよく分かんないしどのぐらい作業ができるかも分かんないしっていうような悩みを農家さんから聞いたのでじゃあ実際やってみましょうっていうことで玉ねぎの収穫を6事業所バッと集めてでこうそこの農家さんのところに行ってであ障害があってもこんなに作業ができるんだ。 とか、あ、こういう作業がお願いできるんだったら、また他のこともお願いしたいんだよねって言って、結局、障害としてアピールしたんじゃなくて、農家さんが困っているところに対して、障害者を入れ込んで、で、お互いいい関係ですよね。で、こういうことを今やっている形ですね。なんで、こう、なんか、 腰の機能障害なんで、こういうふうに困ってますじゃなくて、作業をしてる中で、すいません、道具置く場所忘れちゃったんですけど、って自分で言えた方がよっぽどいいやっていう、本当に実体験の部分で、その間を取り持つのが、支援者の役割、その農家さんとご本人のその不便なところを、こうどうやってマッチングさせようかな、なんて。最近はこういう仕事が増えてるかなっていうか、こっちの方がもしかしたら、利用者さんたちが能動的に動ける、自分たちで動けるのかな、なんて思ってやっています。 で地域での連携っていうことで、このお互いの施設の特徴を理解して尊重するって書いてるんですけど、これ、施設っていうのが、もしかしたら今言った地域だったり、農家さんだったりとか、そういうことも含めて、お互いを尊重しながらやっていくことによって、こうご本人に将来こうなるかもしれないね、こういうふうに目指せますよねっていうふうにビジョンを示していけるのかなとか。あと 一つの施設だけではってか、もう私だけではもう課題解決はできないと思っているので、もういろんな人、仲間をいっぱいいっぱい増やして、で一緒にやっていくじゃないと、こう、私ができないことが、 こういっぱいあるのに私はこれしかできないから利用者にこれしか支援しませんっていうのはやっぱりおかしいかなと思っていて私の知らないことを知っている仲間をいかに増やすかっていうのが今テーマかなと思ってますあと自立っていう言葉の捉え方病院とか生活で考える自立っていうのはすごく温度差があります病院ではあくまでも身の回りのことができてれば自立してるっていうような 感じの判断されるんだけど生活っってもっと広いだからこそ家族ってすごく大変な思いしてるだろうし当事者の方も、ね、しんどいんだろうなって思っているのでこの辺のことできあのお互い意識できたらいいなっていうのとあと今日冒頭に本当に小謝さんの話 の中から、そのやっぱりケースの過去と未来の共有ってすごく大事なんじゃないかって経過を知って、でお互いに知らせることによって次の支援にもつながっていくし、やっぱりこういろんな目標を持てるし、 あの時にこういうふうにやってたらもっとこういうふうに変わったかもって次に進化していくかもしれないのでやっぱり過去と未来っていうのも私はこれ共有すべきでやっぱり一番大事なことなんだろうなっていうふうに思っていてこれを最後のまとめにしようと思ったら最初に小ジさんが喋っちゃったからもうどの,のかき今日1時間喋ることないよと思ってやっております <laughs> で、地域でのポイント、地域生活でのポイントっていろんなこと書いてるんですけど、やっぱり地域で孤立しないように関係機関につながることも大事だし、当事者とね、家族、みんながつながっていって、で、こう、いろんなことができるんだよっていうのをみんなで考えていくっていうのが大事かと思っています。で、最後になります。ステップ7の運営方針です。何よりも利用者が生き生きと過ごすことができ、もう一度自分らしさを取り戻す場所でありたい。このような形で。 運営を続けています。来年20周年ですので、皆さん祝ってやってください。以上です。ご清聴ありがとうございました。あと、豊田さん、ありがとね、途中で答えてくれて助かりました。はい。じゃあ、共有停止します。どうもありがとうございました。すいません、適当な話で、いやいや,いや,いや期待はずれだったかも。とんでもない。<laughs> あれですよね、あの、こうお話伺ってて、うんあの、大事なことっていう、こう、 言葉がすごく多く出てたなっていうふうに思って、なかなかこう、ですよね、こうあれもこれもになりがちなんだけど、やっぱり大事なことは何っていうのはものすごく大事で、あの、さっき言われた大事なことだけ書くノート。うん、これいいっすね。これはなんかちょっとすごく、何らかの形にしてみたいなっていうふうに思ったんですけど、もうすでに形になってるんですかね。全然 本人,が本人が好きなノートをいっぱい持ってくるから、一番好きなノートと、えっと、二番目に好きなノートを選んでもらって、で、別冊にする場合もある。で、一番好きなノートだけ持ってきてって。二<ー>番目は私に見られたくないでしょって。だから一番好きなやつだけ持ってきてっていう人もいるし、本当にシステム手帳みたいになってて、こう真ん中で閉じてみたいな人もいるし、もう、おのおの。あとは持って歩かせない場合もある。 あちこちに置いてきちゃうから、今必要なステップ7で使うものはもうステップ7に置いていっちゃってください。だって、ステップ7で大事なこと、家で大事じゃないから。だけど、それを全部ごちゃごちゃになっちゃうから、多分わ分かんなくって、混乱して、うまく使えないのに、うまく使えてないじゃんって言われて、本人嫌な思いする。UFO も嫌ですよね。っていうのもあるので、もう7でしか必要のない情報はもう7にしか置かない。家には持って帰らない。 わ、えー、かりました、ありがとうございます。<laughs> あのそれであの、ちょっとあの就労の話をちらっとされたと思うんですけど、これあの、すいませんあの、次回ですね、来月12月10日なんですけど、えっと、千葉大学の環境健康フィールド科学センターというところ、野田先生が、高知能機能障害者の社会復帰支援に活用された、 園芸活動の紹介っていうテーマでいただくんですよ。えー、だから園芸活動っていうのは、さっき農福連携の話、園芸療法とかっていう話もね、いろいろあるんで、えー、ぜひまたこれはあの参考にしていただけたらと思います。あと園芸なんてかわいいもんじゃないんです、ガチなんです。うーん、すご <laughs>、ね、くね。 明日も農家さんと打ち合わせをするんですけど、うん、なんか楽しいことやりたいよねって言って焼き芋機を農家さんに買ってもらって、うん、でこれをうちで売るんですあの農家さんと一緒に作ってる焼きあの芋を焼き芋にしてで、うん、委託販売って形でうちで売らせてもらったりとかって、うん、言ってちょっと地域の楽しいこと考えられたらいいななんて。 でももう筋肉痛なんですよ。<laughs> <laughs> あの今日大勢のご参加いただいてるんですけど皆さんの方からですねぜひ野垣のさんにあの質問したいとかあの今日の話聞いてあのご意見を言いたいとかっていう方いらっしゃいませんかいらっしゃいましたら、えー、挙手並びにリアクションキーを押していただけたらと思いますけれども。 えっと、え、誰か手上がたったっけ。あの、そもそも野垣さんの話を聞きたいと言った西田さん、どうですか西田さん。あの、ミュート、ミュート外して。お母さん、ミュートが。ミュート はあ、はれました。はい、ああ、やっと、もう最近、ズームやってないんで、ちょっと。ええー、思い出して、<laughs> しっかりして、お母さん。<laughs> はい。あのー、本当ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。あの、今日はいい話聞けて、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、吉弘は、本当に、あの、大変な、あの、当事者でしたけど、 ありがとうございました。いえいえいやいや。ああしょあの野々垣さんの前になると、ええー、アバレンが大人しくなったんでしょ。ああ暴れるまあそうですね暴れるというかもうあの名前を一番に覚えたのが野々垣さんなんですよね。であのフルネームで野々垣そうね。まあ、すぐ覚えちゃった。すぐ覚えたね。そう他の人のメンバーの名前は。 5年経っても覚えてない人もいる、野々垣さんだけはなぜか、だからステップ7に行くというより、うん、野々垣さんに会いに行くっていう方が強かったかなっていう、うん、まあそれが楽しかったんだろうなと思って。楽しかったのかな、きっと怒られてばっかりだったと思うよ、あんまりい家でほら、怒られたことも忘れてるから、そうか、そうか、そうかそうそう、そうそう、なんか行くのが楽しかったっていう感じなのかなと思って。<laughs> でもそういうとなんか私が立派な人のような聞こえになっちゃうんだけど多分ねそういうんじゃなくて年が近いっていうのはすごくあったんだと多分彼にとっては同級生の感覚だったんじゃないかなって私は思っていてでその辺がこうねだから支援がうまかったんじゃ全然ないんだと思うよ多分だ。だからうちの子は野々垣さんのことを あの結婚してないのか、結婚してるのかって、そればっかりか。あ、そう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 ,そう。<laughs> 残念ながらしてんだよね。ごめんなさいね。お熱測らせてくださいね。はい、<laughs> <laughs> ごめんなさい。はい、あれ。<laughs> 電話中。<laughs> 電話中でした。<laughs> ごめんなさい <laughs> <laughs>。ズーム、ズームで会議やってるんです。<laughs> ど <あ><あ>すみません。ちょっとミュートにするね。まあそんなとこです。はい、ありがとうございました。今日は。ありがとうごかりました。はい。他にどうですかあの何かご,ご質問でもありましたら。じゃあ、コさん、何か。 はい、あ,のありがとうございました、野間垣さん。今日、えー、でお話聞いて、中でもあの手帳の使い方。うん、あれって私にもすごく参考になるなと思う。当事者さんじゃなしに <laughs> いやあの。私たち、なんていうのかな。うん、分かってる分かってるっていう感じで、あのえー、手帳にも私書くんだけれども、もう一度開き直して、 あれこれって何だったかなとかっていうのがあるので本当にあの何ていうのかなカレンダーにも書いてあるんだけど、うん、えこれってえっどういう内容だったの <laughs> っていうのがすごくあるのであのー、最近私さっき言われたようにあのメモ用紙ねあのッ、ー、ズと書いておいて、うん、ペタッと貼って、うん、それが終わったら っていうしてるとかね。うん、そうそう。あのー、それをね、パソコンの周りに結構、あの、活用するようにはなりました。やはり、<laughs> <laughs> 大丈夫だって思いすぎてダメになるっていうのが、すごく感じて、あこれは、あのー、私自身に参考になるなと思いました。<laughs> <laughs> あの、まあ、息子もね、やはり、あの、記録するっていうこと、本当に、あのー、施設にいたときはね、 っていうか最初入賞した時は本当に野々垣さん言われたように、うん、朝何時に起きた、うん、何を食べた、うん、<laughs> それだけのポンポンだったんだけどうん今はもう日記と自分の手帳と別々で日記は日記でそれなりには書いているのでまた思い返すこともできるし手帳は手帳で自分の,あの覚えておかないとダメなこと。 なんかをね書いていってでもそれをまた確かめてみるということをこう忘れてしまうっていうのがあるので、うん、えっとそれこそ病院へ行く日,日なんかをねちゃんと書きなさいっていうふうには言ってでもやはりそれを活用するのがなかなかできないんだけど、うん、でもやっぱり職場でなかなか記録することができないのでそれはちょっと あの本人には大変かなと思うんだけど、どうしてもっていう時は本当に簡単なメモ用紙に書いてきて、えー、とそれを持ち帰って、あの今日こんなんだったっていう、中にはぼかしてこう大事なことをね、私の方にこう連絡することができなかったりはするんだけど、結構その、えー、とメモ、手帳とメモ帳と えと日記と3つ、うん、使っているのでかなりこうねあの自分でできることかなこれってすごく大事なことだな私もそれは見習わないとだめかなうん、うん、<laughs> つくづく思いますね、えー、先ほど言われたの手順書もそうなんですけど、うん、やはりあの手順書をっていうと、うん、なかなかこうどこまで自分がそれを 見たののかっていう彼、料理は特にしないのであれなんだけど、他のもので何かを作るっていうときに、やはり手順書を見るんだけど、それってどこまでいったのか、どこの項目なのかが分からなくなるっていうのが。だからチェックをしていくといいよとは言うけども、そのチェックをして、さっきのチェックがどこだったかな なるんだよね。で、それってその手順書を考えくのがすごく難しいかなって感じかその次の段階としては、うん、あの、暗号帳みたいなのあるじゃないですか。あ1個に1個、だから1個作業が終わったらもうめくっちゃって、そしたら今これと一緒かっていうのができるから、<laughs> うん、順番流れなくっても。うん いけたりすることがある。うん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 。あ、そういう活用、ね。パターンもう、うん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 。うで,ね、でもそれでもダメだったらもう一回考えないといけないけど、うん、その次何回だとそのぐらいのことはやったりするかな。一、うん、枚ず、もう一個ずつしか指示が出てこない。だから、あ息子の場合もあの自分がしなければならないのって。 っってていうのををちょっとメモをして、えー、と自分のしたいもののところそれこそ何かプラモを作ったりするとそこへ貼っておいてとか今はですねあのガジュマロって沖縄の木があるんですけどそれの縮小大きくさせてなくて寒いので部屋の中にあげてあるんだけどそれの土がこう盛り上がっているので、うん、その土を減らす っていうのを言ってて、今ねメモ用紙があの貼ってあります。ガジュマル、うん、ガジュマルを外へ出して、シートの上に乗っけて土をのって外すって。<laughs> やはりそういう風うな活用をしているので、やはりあのー、まあ、自分のあの自分の工夫で。で えー、次にこう行くっていうのはそれこそ二十数年の経験からできてきたことだと思うんですよね。それはあ大切ななことだなと思うだ思す料理は、ね、いつも私がすると「そのお母さん教えて」っていうので「何と何と何」って言って一緒にするんだけどそれがもう記,録記憶に残ってないのでまた同じことを聞くので。<laughs> <laughs> まあそれも繰り返しかなと思うんだけどでもまあ自分の好きなあの野菜は自分で育ててるのでそれを取ってきて今日ももう嫌だなと思うんだけどもんかあの。 いっぱい取ってきて。いやいや、使ってあげてくださいよ、そんな。取ってあげたんだ私がわーって言ったら、いや、僕が湯がくって言ってましたからね。素晴らしい、素晴らしい。だから自分の好きなのはできるのかな。だから今日の夕飯は、その独特のお野菜の何やったの独特。何だなのえっと。うんなに1 0 なん、それ<ん>。こ <laughs> んなにかっくて。漢方薬か何かにも使われるような。あ,あ、そう。くらいの青い葉っぱで。へえ<ー>。うん。それ、食べたら美味しいんです。うん。あ、本人は美味しいっていう。あ、本当?。あ、でも、それは育てるってすげえの。<笑><笑>あの、いや、ほっといたら育っていくので。だから、<laughs> せい、あの。うん、私、もどうにか食べれるかなと思うけど、独特の、あの、やっぱり。 漢方薬になるくらいだからあれなんだけど <laughs> 湯がいてお浸しにして <laughs> えー、この人はドレッシングごまドレッシングかけたりして食べてますよね。うんうんムカゴができるのであムカゴもできるの？はいえそしたら炊き込みご飯にするの？は あ、あそんなもんできます。いいね、いいね。よかったら、いやいや、そんな。いや、うん、私が食べに行きたい、小田さんち遊びちゃうかな。ずいずい。いろんなユニークなものが。すごい、その葉っぱも見たいし。分かった。こじさんちが遊びに行きたい。分かった。まあ、いい目標ができたわ。それなりに工夫して、え、やってますね。うん、いろいろ記録するっていうこと。 あのメモを取るということは本人が一番こう感じていることなのでね、やはり記憶が難しいという部分でね、うんうん、あれすむんだけども。ね、すいません、割り込んで申し訳ないんだけど。 さっき小社さんが、うん、小社さんがさあそのあの記憶のノートの話をされた時に野々 <laughs> ののきさんが、えー、とページをめくるように一つ一つのページをめくるようにするとっていうのを言われたんですけどそれちょっともうちょっと詳しく教えてもらえますか<う>ちょっと過剰書きに大きくいくら過剰書きにしても <laughs> あの上から読んでいったりするともう挫折するのでそのあそれいいアイデアだなと思ったんですが。うん、あの別に看護 めく自分でめくんなくてもよくって例えばほらお母さんと対面でこう作業してるとか言ってたじゃない、はいはい、そうしたら次の本当にもうすごい単純もうね文章で書かないの粉を混ぜるとか置くじゃないでそれ混ぜて終わったらもうそれ一回引き上げて、はい、で次にうんとこねるとかいうのを、うん、例えば2番目のカードに出してこねるとか。 言って、まあ、どのぐらいまで分解するのがいいのかわかんないけど、文章にすると、もう読み落としもあるから、もうせいぜい短文、短文で1個、2個ぐらいだったら、もうミスも防げやすいし、ごちゃごちゃもしないから、でも、引き上げちゃう、引き上げちゃう、出す、引き上げちゃうみたいにすると、ちょっと見れるかもしれない。 分やってみます <laughs> ちょっとと、うん、あの文書というかあの大きく123で過剰書きにこうやってるとそのどこまでやったか分からなくて、うん、3番までやっててもまた1番から読むので、うん、訳が分かんなくう1番終わったら1番引く2番終わったら2番はもう外すていう 1>, か、うん、1枚ずつでこういうふうにこうやっていって短文っていうかあのー こうまあちょっとだけ書いてっていう感じですねっていう風にやってみてでお菓子作ったら教えてまたはいありがとうございましたどういたしまして会えて嬉しかった私も会えて嬉しかった今度はね直接会いたいねそうですねありがとうございました参加したんですわありがとうありがとうございました どうもありがとうございました。野々垣さん、山崎さん、はいどうぞ。東川ですけど、はい。野々来てよ。来てる来てる。私今ね、野々垣大変なことになっちゃったんだよ。どうしたの？熱波が入院してんの？どこにいると思うこれ？絶対病院でしょうよ。滋塚県さ病院。何したの？あのね、二十日土曜日の夜に。うん。 10月22日土曜日の夜に、転んでね、うん、膝と両手打っちゃったのね。うんうん、それで、うん、元気だったんだけどさ、ちゃんと医者にも行ったんだけど、うんあの、バイキンが入っちゃったらしくてさ、すごいそれが強力なバイキンマンだったらしくて、そうだね。それで30日に MRI を取ったら即入院になっちゃって、この白塚京斎病院に入院しておりまーす。やったー、医者も始まっておりまーす。それで、っののかえっと、39度4分なんていうすごい高熱も出ちゃって、 感染してるからね、そっかそっか。頭おかしくなっちゃって、あの世はもうじき行くのかなっていうような日もあったのよ。大丈夫大丈夫、えらい元気だわ。えらい元気だわ、今もね、ちょっと毎日37度に2分ぐらいの微熱が出ちゃっててね、えらいことになっちゃった そえいことだ,だからね娘だの今さっき次男が世田谷から来てねゆべも泊まってくれたらしいけどねで,でど,どえらいことになっちゃったのそれ,れでまあでもね私自身のリハビリも始まってうん、うん、歩行器でえっ、ー、と、うん 昨日今日で3か目かな歩き、歩き出してるんでね、<laughs> 絶対歩いて,帰,って帰るのと私は強気でいるんですけれど、<laughs> このね, <laughs> ね,ね、熱がなかなかね、収まらないので、<ー>口がほら、口内炎になっちゃって、い<ー>ればはめるとね、痛いしね、<ー>口にもうなんかできものができちゃってね<ー>でも一生懸命頑張ってね。 ししてますしね <laughs> で、うん、なんとか、うん、障害者体験を、うん、生かそうと頑張ってますけども。う、はい、いうわけで、うんあの <laughs> え、今日の話、いい話だったよ。本当ありがとう。あのあの本当頑張ってやって横浜市内のね他の団体と連携してやってるっていうのはね、素晴らしいと思った。うん、<laughs> あの今後も頑張ってやっててや たまよき、はい、さん、<laughs> はい、さんちょっと顔, <laughs>、はい、顔出して。たまえ、だん<う>、出せ。だから <laughs> あのお、お知らせ出せなかったんだけどね。そういうわけで。あの 中でだから、皆さんによろしく言っおいてください。なんとか頑張って、蘇生したいと思ってますけどね。だから、あとは早く退院したいと思うの。で、だから最初はね、どうせ入院と言われて3日ぐらいだと思ったから、個室を頼んじゃったらね、個室がね、11万5000円もするの。びっくりこいちゃってね。 それで、4日目の日に、えー、変えてもらったんだけど <laughs> あの、なかなかね、大変でございます。今後は支払いの問題で頭悩ませるけどね、まあなんとかなるでしょう。<laughs> うん、というわけで、はいあの、男性ネットワークの皆さんにも、こ、はい、んなことで。 あの連絡できない、<あ>ね、かりました31日の夜に手術したんでね、うん、<ー>それで、なんだか膝からカテーテルを入れてね、このバイキンマン入った血液を抜いてね、で、輸血したらしいんだわ。 全身麻酔だから私は何も見てないんだけど、映像を見せてよって、そのドクターに言ってるんですけどね、許可がないからね、見せてくれないらしいのね、ちょっと、そういう状態でおりますけどなんとかお聞きしたいと思いますので、よろしくお伝えくださいませ。以上でございます。皆さんババイイね

ありがとう。